今回は、韓国の最新鋭戦闘機 KF-21 ポラメについて、詳しく見ていきますね。なんだか、式典後解体されたとの情報をキャッチしていますが、これが本当なら、さらなる試練が待っているでしょうね。やっぱり信用できん。昨年2021年4月に、文大統領自らが出席して、報道陣の前に公開されたのが、韓国航空宇宙産業、KAI が開発中の、KF-21 ポラメ戦闘機であり、いわゆる第 4.5 世代戦闘機として、韓国の今後の軍用機生産を占う存在となっている。この式典の後には公開された、KF-21 ポラメ戦闘機が解体されているとの情報が報じられ、一部には、同機の生産計画が、順調には進捗していないとする、見方もあったようだが、今年2022年に入り、新たな写真が公開された。この写真の件からも、韓国の KF-21 ポラメ戦闘機は、予定されている今年中の初飛行に向けて、準備が進められていると思われ、先の2021年4月の式典での1号機以後、同年12月までに、3号機リリースまでの準備を終えている。KF-21 ポラメ戦闘機は、当初の予定では、短座型4機と複座型2機の合計6機の試作機が製造されると見込まれており、残る3機の準備と並行して、まず、地上での各種テスト、そして初飛行へと、段階を進めていくのだろう。また、こうした開発上のスケジュールの問題以上に、KF-21 ポラメ戦闘機の今後の動向が注目されていたのが、同機をめぐって、韓国とインドネシアとの共同開発が、契約通りに無事に行われるのか、否かという部分だった。インドネシアは、韓国から通常動力型潜水艦を3隻調達、さらに3隻を追加するはずだったが、突如、韓国の潜水艦の連続航行性能に不満を表明し始め、こちらは他国からの調達に切り替える公算が大きくなっている。こうしたインドネシアの不可解な動きは、同国が東南アジアでは、稀有なイスラム教国家という政治的なスタンスが根底にあるとも言え、これを起因とする内紛問題を抱える同国は、不安定な側面が明白ではあった。インドネシア国防省は、そうした同国の状況を物語るかのように、フランスのダッソーラファール戦闘機や、中古のユーロファイタータイフーンの導入を見合わせるなど、韓国との KF-21 ポラメ戦闘機の共同開発も立ち消えかと思われていた。しかし、2021年11月に、この KF-21 ポラメ戦闘機をめぐっての、韓国とインドネシアの共同開発が、元の鞘に収まり、当初の予定通りに、開発に関わる費用をインドネシアが支払うことに合意したとの報道がなされ、決着を迎えた。韓国とインドネシアの KF-21 ポラメ戦闘機の共同開発は、同機の初期開発の総額約7250億円の 20% にあたる約1450億円をインドネシアが拠出、技術支援を受けて、自国で48機を生産するというのが基本だった。しかし、2017年後半頃より、インドネシア政府は、自国の経済の悪化を理由として、韓国への拠出金の支払いを一方的にストップさせ、契約額の半額に相当する約770億円を滞納し、共同開発の履行に赤信号が灯っていたと言える。はためにも、このインドネシアの対応からは、他国の他の戦闘機に目移りしており、もっともらしい理由をこじつけて、韓国との KF-21 ポラメ戦闘機の共同開発を法務にすると見る向きが多かったが、なんとか復帰に落ち着いたようだ。インドネシア政府との交渉を担当する韓国防衛事業庁の発表によれば、インドネシア側は、滞納していた開発費用の約770億円を2026年までに支払うことを確約し、支払いの3割は、現金以外の物品で行われることを認めたという。今回、インドネシア政府が、
現金の代わりに用意すると、おぼしき物品とは、同国で生産させる天然ガスや天然ゴム等の資源が充当される模様で、経済的な苦境を訴えていたインドネシア側の言い分を韓国側が了承した形だ。この KF-21 ポラメ戦闘機の共同開発に関する費用の支払いについて、インドネシア側が天然ガスや天然ゴム等の資源をその一部に充当するとしたことは、個人的にはかつての太平洋戦争時に日本がそうした資源獲得に動いたことを想起させる。当時はオランダの植民地であったインドネシアに対し、日本はいわゆる南進策を推進してスマトラ島の油田地帯などを確保、アメリカより禁輸とされた石油を得て、ママシ戦争能力を得ようとオランダ軍を駆逐した経緯が頭に浮かぶ。この政策の是非は一旦置いておくとして、日本は太平洋戦争に敗北、インドネシアは独立を宣言したが、一度は日本によって駆逐されたはずのオランダは、再度の植民地化を機として、4年にも及ぶ戦争となり、1949年まで続いた。太平洋戦争後には、こうした東南アジアの国々の植民地からの独立が、多々発生したが、戦勝国となったフランスが、ベトナムに対するのと、同様に、オランダも、戦前の植民地支配の復活を当然と考えていたことは、あまり注目されていない。今日の日本では、オランダといえば、江戸時代の伊豆島による貿易や風車と運河に象徴される、牧歌的なヨーロッパの小国とのイメージが強く、悪印象は少ないように思えるが、太平洋戦争でインドネシアを奪われた日本への怨嗟の感情は、決して小さくはない。さて、話が少し横道にそれてしまったが、KF-21 ポラメ戦闘機の件に戻せば、当事国である韓国のハンギョ新聞社等も、この計画が当初の予定に回帰したことについて、経済的な合理性の観点から一定の評価を与える記事を掲載している。そこでは、KF-21 ポラメ戦闘機の今年2022年7月の初飛行の予定と、それが順調に推移した後の2026年頃からの量産化を示唆しながら、同期の韓国空軍への調達は、総数でも120機に過ぎず、損益分岐点を下回ると指摘している。ハンギョ新聞社の記事によれば、KF-21 ポラメ戦闘機の初期開発、以後の量産化で、損益分岐点をクリアするには、少なくとも300機程度の生産数が必須だと述べており、インドネシア分の48機を考慮しても、まだ不足だと見ているようだ。そのため、ハンギョ新聞社では、今回のインドネシアとの計画の再合意を踏まえて、それを足がかりに、他の東南アジアやアラブ諸国にも、KF-21 ポラメ戦闘機のセールスを推進すべきだとしており、なかなか興味深い主張だ。ここでは、KF-21 ポラメ戦闘機が、いわゆる最新鋭の第5世代戦闘機ではなく、予算、または、政治的にも、そうした戦闘機の調達が、困難な国々のニーズに対応できる、商品として、一定の価値があると、主張している点は現実的だろう。ただし、アメリカは、F-35 ライトニング2の導入が困難な国に対しては、F-16 ファイティングファルコンの最新兵器である V 型の輸出を強化しているし、フランスのダッソーラファールも、そうしたニーズをうまく取り込んでいる。問題は、KF-21 ポラメ戦闘機の機体そのものの性能というよりは、統合可能な兵装が、各国の思惑と一致するか、否かという部分が大きいのだろうが、韓国が思い描くシナリオが通用するのかどうか、続報に注視したい。翻って、日本の一部の与党議員らは、現在進められている航空自衛隊の次世代戦闘機開発について、未だ試作機もない段階にもかかわらず、
輸出を前提にすべきだと提言しているが、これに比べれば韓国の方が現実的かもしれない。日本の場合、2035年頃より始まる F2 戦闘機のタイヤ機を目途に次世代戦闘機の開発は進められるとされているが、ここで必要とされる機体数も最大で90機ほどであり、費用対効果の面のみからは採算が合わないことは確実だ。